恋を持って走りたい、お天気お姉さん。もうそろそろでスタジオの装飾もチューリップから恋のぼり、後ろはね恋に変わりまして、春もだんだんとね中盤になってきてるのかな。でもまだまだ春って言いたいですよね。あれ春って一応区切りとしては3、4、5ですか？6まで？いつまでだろう？こんな感じです。いつも装飾が変わったタイミングではですねお散歩してるんですよ。だからお散歩していきました。鯉のぼりになって、こっちはこれは何ですか？藤の花ですか？あ、勝負？あ、そっか、勝負湯に入るの勝負ですか？行ってきます。皆さん、勝負湯には疲れますか？我が家は毎年やってました。はい、買ってきてましたよ。私がただ散歩するという時間です。そうなんです、今日からですかね。今日からですよね。昨日までチューリップだった気がする。あれ違いますか？ですよね、うん、ゴールデンウィークだからですかね。戻ります。ということで、いつも恒例になってきてますスタジオ散歩。だってね、それだったらもうせっかく変わったことですし、もうその変化を存分にお伝えしようと。走ってもいいんやで。いいですね、恋をこう恋をこうやって待ってね、走らせてもいいかもしれません。ポポポポンポポポポン、またね。